パラゴムの木の林インドゴムの木の鉢植えゴムの木とは、ラテックスなどからゴムを資源として採取できる樹木の総称である。従って、様々な種類が存在する。日本では、単にゴムの木といったときに、産業的には、天然弾性ゴムの原料として、重要なパラゴムの木を意味することが多いが、家庭では、観葉植物として広く流通し、普及しているインドゴムの木を指すことが多い。 年中高温多湿の気候であることこそが、ゴムの木の栽培に適した自然条件といえる。適温は24から27度ほどで、相対湿度は75から85%が良い。雨量は多くしかも寒気がないことが望ましく、毎月125ミリ以上の降雨のあることが、好条件である。ゴムの木は、肥沃かつ排水の良い土壌を、好みはするものの、この点では、 かなりの悪条件にも耐えられて、痩せたらテライトの土地や、排水の悪い湿地のような場所でも生育しうる。ただし、ゴムの木は風に対する抵抗力が低いので、強風を避けることも考慮しなければならない。なお、ゴムの木が丘陵地や斜面を好むというのは、マレーシアで生まれた誤解である。マレーシアでゴムの木のプランテーションが発達した頃までには、 すでに中石地は水田として利用されていたため、マレーシアにおけるゴム農園の大部分が波状の大地や丘陵地に作られた。このことが原因で丘陵地や斜面を好むという誤解が生まれたのである。ありがとうございます。